はい、シジです。今日はですね、100均のダイソーに売ってあったこれ、コントローラーさん。コントローラーをスマートに収納できますよっていうことで、任天堂スイッチのコントローラー、プレイステーションのコントローラー、あとはヘッドホンもあるんですけど、ちょっとかさばってきたので、あ、100均にこんなもん売ってるんだ、買ってみようと思って、100円だしと。なのでちょっと実際使った感じがどうなるのか、ちょっとね、開封して使ってみたいと思います。なんかここ、あれ硬いな、多分こうやと思う。あ、いけましたね、こうですね。はい、これで一段、そして二段、結構爪でガッて、でこっちが最終的にはこっち開いてこうなんですよね、こう。これでダンダンダンができたっていう、ダンダンダンで、あとはこれか、あ、ここか、え、これを、あ、いけたいけた、なるほど、ここにポッチがついてて、これを上げるとこんな感じになるんですね。おお、こんな感じですね。上からちょっと見せてみます。横からだとこんな感じ。ここにコントローラーを置くって感じ。じゃあ早速この彫りのスイッチのコントローラーを、おお、なんか強引やけど、あ、え、ここ全然ここにはまってないよね。これもうちょっとカチッと、カチッと出んのかな。あ、出ないな。まあ、ここで止まってんのか。角度が結構、なんていうのかな、こういう角度ですね。あの、こう見ると90度っぽいけど、結構でけえな。上の方だったら、まあまあ、でも、ね、こんな感じかな。あと、ここ、ここにも、あ、ここにもこう、置けるといえば置けますね。どう書いてる、これ。あ、こうか。ああ、やっぱりでもそうですね。プレステの方が合うのかな。ああ、うん、まあでも引っかかってちゃ引っかかってるかな。ああ、いけてるのかな。あともう一個、あ、こうか、こういう角度、こうじゃなくてこの角度だったら、あ、標準の任天堂スイッチのプロコンだったらちゃんと収まりますね。こいつか、堀のこのコントローラーがでかすぎるのか。でかいからこうなる。でけえですね、こいつは。こんな感じで、これがでかいですね、ちょっと。まあでもプレイステーションはぴったり収まってるし、この通常のプロコンもしっかりと収まりますね。あとは上にこういう風に置いておけばいいかなって感じですね。横から見るとこんな感じ。ああ、でもまあいいじゃないですか、綺麗に置けてるので、まあ100円だしありかなと思いますね。これは、はい、こういうのが売ってましたよっていう紹介になります。まあ100円でちょっとね、すっきりしたディスプレイ的な感じでコントローラー置くにはいいんじゃないでしょうかっていう商品ですね。はい、ご視聴ありがとうございました。